台湾最大の湖日月譚を上空から撮影すると、各埠頭の湖岸で土が露出しています。露出した土が砂浜のように見え、まるでフランスのコートダジュールのようです。バカンスに来た感じね。綺麗な海岸。なんだか外国の砂浜の風景みたいだ。海外のものみたいだ。綺麗だ。 とても美しいのですが実は日月丹が半世紀ぶりの大干ばつにあっています日月丹の水位は満水の748メートルから736メートルまで低下しており遊覧船の不当は広い範囲で土が露出し閉鎖を余儀なくされています日月丹の本来の正常水位の時は緑の湖面が広がりますが現在は土に囲まれています 遠くから見ると海外のようで美しい風景ですが、貯水率が10%を切っているダムのほとんどが台湾中部に集中しており、病率の英和産ダムの貯水率は7.8%、利魚丹は9.4%、台中の突起ダムはわずか5.2%となっています。どんなに景色が美しくとも、水不足が市民の生活に与える衝撃を改善することはできません。<music>